はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、なぜ一人で立ち向かうのかっていうテーマでね、語ってみたいと思うんですよ。僕はね、結局サラリーマンになるのは無理だなって思ってね、まあ大学時代バブルの絶頂だったんですけれども、僕の周りの人間では僕だけが就職活動もせずに、就職もせずにね、まあ塾の講師のアルバイトをやりながら、まあ結局まあ塾を自分で始めて、で今この仕事をしていて、まあ YouTube を通してね、テキストを一つずつ作っていって、で、YouTube だけで中学受験を乗り切れるようなね、まあ仕組みを作ろうと思って、まあ一人で奮闘しています。まあ以前にはね、まあ先生、まあ20人近くスタッフ入れる、事務的なスタッフ入れるとね、20数名、雇ってた時もあるんですけども、結局まあ一人で、まあやってるわけです。まあ、塾も一人でやってるし、この YouTube も一人でやってます。テキスト出すのもね、奥さんには手伝ってもらいますけれども、基本一人で何もかもやってます。ねえ、なんでね、僕はね、一人でいろんなものを立ち向かう、一人で自分の看板だけで、自分の力だけで生きていくってことを選んでったかっていうと、結局はね、まあ、僕の 母親のことになるんですよね。僕の母親はまあ毒親でした。で僕が友達と遊びに行くのをまあ阻止したりね、僕はとにかくその外に出て、まあ自分なりに人間関係を作ろうとすると、もうことごとく阻止されるわけです。で、まあ、不自由なんですよね。何でも僕のことを知っていて、もうそれに対して、まあ、いちいちね、うるさく口を出してくると。で、その割には、子供のためにお金を一銭も払わない。っていうね、まあ、そういう、まあ、ケチなところもあって。でもね、僕はね、この母親からね、自由になるために、いろいろ、まあ、小さい頃はね、いろんなことをやりましたよ。でもほぼ 99% はね、失敗しました。で、どんなふうに失敗するかっていうと、自分がやりたいことがあった時にね、誰か第三者、他人を味方につけて、行こうと思うと絶対失敗するんです。絶対に親戚のおばさんや親戚のおじさんに味方になってもらおう。で、おばさんもおじさんもね、じゃあちょっとね、行ってあげるわって言ってくれるんですよ。よかったよかった、この人もちゃんと賛同してくれたと思うとね。でもね、母はね、そのおじさんやおばさんが僕の手助けをしようとするとね、もうね、徹底的に非難されるんです。もうこの世のものとは思えないような非難の仕方でね、ケチョンケチョンにやるんですよ。でも僕はね、いたたまれなくなるんです。もう僕のためにそんなにね、非難されてかわいそうだと。で、そのおじさんもやおばさんもね、いやー悪いね、なおちゃん、何もしてあげらんなくてって言って、でもこんな嫌な思いするなら、もう私は奈緒ちゃんのことはもう弁護できないよって顔してるんですよね。ある時はね、僕の友達のお母さんに訴えてたこともありましたよ。じゃあね、おばさんが何か言ってあげるよって言って、だからお母さんも分かってくれるかもよって言ってくれるんですよ。ああ味方ができたと思いますよ。でもね、やっぱりね、次に会った時にはね、そそくさっと僕から逃げるんですよ。ああ、きっと言ってくれたんだろうな。言ってくれたんだけれども、ダメだったんだろうな。そうすると今度はね、
あなた、なんとかちゃんのお母さんにこのこと言ったでしょって言われて、今度は僕がケチョンケチョンにやられるんです。僕はそんなことが何回かあってね、悟りましたよ。自分が母親から自由になりたいんだったら、他人に頼っちゃいけない。もう自分がしっかりしてね、自分がちゃんとやることだ。自分がちゃんとすること以外にない。そう悟ったんです。そして最終的にはいちいち母親の許可を取るのではなく、もう自分の判断でやる。まあそういうふうに変わってきました。そして自分が本当にこうするんだと決めたもの、そして自分の心の奥底も、その奥底のもう一人の自分もこれでいいって確信を持てたらね、ちゃんと思い通りになるってことが分かったんです。だから僕はそれ以来そういうふうに生きてきました。自分の最終的な判断で、自分の責任でやる、そしてやり抜く、そういうふうに生きていくと決めて生きてきたんだと思います。だから僕は今一人で立ち向かっているんだろうなって思うんです。まあ今日はそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。